<laughs> ここ小林翔さん、たっ <laughs> こんばんは。ポットの AK 小林さきです。今ね、あの、なんでこの体操服にニット帽っていうちょっと気持ち悪い格好かというとですね。まあ、先日、あの、近所のね、床屋に行きまして、あの、行ったことないとこですよ。で、あの、なんか、85歳のおじいちゃんが一人で経営してる。もう、なんか、お客さんもいないような廃れたとこに行きまして、で、あの、髪の毛切ってくださいっていう風に言ったらですね。初めてのお客さん、お断りだよって言われて。 はと思って。まあまあでも、いやでも、ね、ちょっとあの僕、短くしたいんですよ、と。あの、ベッカムヘアにしたいんですよと、と。いうことで、まあこちらでも画像出てると思いますけど、あの、ベッカムヘアにしたいんですよ、と。言ったところですね、短くしたいのかと。よし、やってやるかと。なんか気に入られました、謎に。でですね、えー、まあ、ベッカムヘアに、えー、頼みまして。でね、あのー、まあ、30分ぐらいですか、カット。終わって、ね、あの、鏡を見てみたらですね、まあこんな感じになっていた、と。 ハム坊主だね、これは。ベッカムヘアというよりね。えー、まあ、この道70年のね、ベテランのおじいちゃんに切ってもらったんですけど。えー、まあ、これ成功とね、言えるのかどうかというね、話ですよ。お前髪もない。もはやこれ自破だ。半分、側面。<laughs> これ、はちょっとで僕ね、さすがに凹みましたね。うん、だって、クリスマス間際ですよ。クリスマス間際にこの髪型にする21歳はね、多分、世界的に見てもいないのかなと。 い、また見てください。じゃあまた。